さっきの人たち、少しでもいい方向に進めるといいな。幸せになれるかは当人の努力次第だと思うわよ。問題と正面から向き合おうとしない限り前には進めないもの。それなら大丈夫だと思うぞ。シオンとコレットの相手を思う優しさはちゃんと届いてる。そうだね、シオンの言葉厳しいけどあったかいもんね。分かったようなこと言わないで。私は優しくなんて。ううん、優しいよ。厳しい言葉ってね、相手のことを思ってるから出てくるんだよ。ああ、本当にどうでもいいなら最初から何も言わないはずだ。優しいのはむしろ、いえ何でもないわ。なあアルド、その腰に下げてる剣、少し見せてもらってもいいか。オーガベインのことか。ごめん、オーガベインは力が必要な時にしか抜かせてくれないんだ。抜かせてくれない？まさか剣に意志でもあるっていうのか。ああ、たまに反抗されたりするけど。そんなすごい剣一体どこで見つけたんだ。オーガベインは物置に眠っていたのを俺が見つけて。すごい幸運だな、物置に眠っていた剣がこんな技物だったなんて。それで最初は鞘から抜けない不思議な剣だったんだけど、ある事件をきっかけに声が聞こえるようになって。声が聞こえる？ってことは喋るのか？その剣は！すごいな！ああ、それでいろいろあったんだけど、今はおとなしく力を貸してくれてるんだ。アルドは、運命の一振りと出会えたんだな。すごいことじゃないか。アルフェンは武器の話になると、なんだか楽しそうだな。ああ、なんというか、いろんな武器を見るのが好きなんだ。使われる素材とか構造の工夫とか、知れば知るほど奥が深くてな。アルド君ってさ、好きな女の子とかいるわけ？急になんだよゼロス。いやん、俺様としてはそういうの気になっちゃうわけよ。そうだな、一番最初に思い浮かぶのはアシティア姉ちゃんかな。ほうほう。他にはエイミだってそうだし。複数いるなんてアルド君もお年頃だね。もちろんフィーネのことも好きだし。ん？フィーネちゃんってアルド君の妹ちゃんじゃなかったっけ？そうだけど。あとはリーカの知識にはいつも助けられてるし。いや、ストップストップ、それってさ、ラブの好きって話じゃねえでしょ。いや、そういうんじゃなくて。そうだな、それじゃあ今一緒にいる女の子の中で一番気になるのは誰だ？え？そうだな、エイミかな。なるほどね、やっぱり長いこと一緒にいるとそういう感情が。
エイミの力強さ、どうやって鍛えてるのか気になるよな。だからそういう話じゃないんだって。Thank you.
すごく上手に剣を扱うんだな、アルフェン。記憶がないって言ってたけど、きっと体が覚えているんだろうな。いや、これでも必死なんだ。無我夢中に剣を振るっているうちに覚えていくことも多いしな。シオン殿も大した銃の腕前でござるな。そうかしら。扱い慣れた武器を使っているだけよ。剣と銃で二人は息がぴったり合ったいいコンビなんだな。別にそういうわけじゃないわ。遠距離と近距離、互いに得意分野が異なることで相乗効果が出ているだけよ。あ、そうだな。それにシオンが精霊術で回復してくれるからこそ俺は安心して戦えるんだ。いつもシオンには助けられてばかりだな。それは簡単に倒れられたら目的達成に支障が出るからよ。こんなところで油を売っている暇はないわ。早く次の敵に備えましょう。あ、分かったよ。あの二人やっぱりいいコンビだよな。どうかな、今日の料理。結構自信作なんだけど。おお、これはうまいな。よかった、ちょうど質のいい食材が手に入ったんだよね。シオン、服にこぼしてるぞ。そんなに夢中に食べてくれるなんて作りがいがあるよ。少し集中しすぎただけよ。それにしてもシオンはよく食べるんだね。そんなことないわ。いたって普通よ。アルドだってそう思うでしょ。いや、よく食べてると思うぞ。だってこんなにうまいんだもんな。誰だってたくさん食べたくなっちゃうよ。そうよ。ジーニアスほどの料理の腕前なら誰だってたくさん食べるに決まってるわ。そこまで褒められるとなんだか照れちゃうよ。アルド、なんだかうまいこと丸め込んだな。シオン、今度は口の周りにまでソースがついてるぞ。
神殿といい、この研究所といい、足元が悪い場所が続くな。おっと、そこは床を突き抜けるように木が生えてるぞ。気をつけてくれ。おっと、危なかった。教えてくれてありがとう。それにしても人がいなくなると建物ってこんな風になっちゃうんだね。こういう場所苦手なのよね。確かに歩きにくくはあるな。そうじゃなくて、ほら、廃墟ってお化けが。え、今首に何か。大丈夫だよ、天井からツタが落ちてきただけ。あ、だっ
気絶してる。80年は負ける気がしないな。次もこの調子で行こう。投稿の意思はなさそうだ。いざ踊らせん。負ける気がしないな。深追いは禁物だよ。
い続けるんだ、自分自身に。その程度で吠えてくれるの。負ける気がしないな。
気を引き締めていこう。アローの一戦で終わりだ。いざ踊らせん。会心の人たちだったな。そうだ。アローの一戦、いざ踊らせん。走れ。
の範囲には月でも落とすか。
ここは魔術の源、僕たちの世界でいう罠が濃いところみたいだね。私もなんだかすごく強い力を感じるよ。ジーニアス殿にリンウェル殿、二人ともここまで精霊の力を感じ取ることができるとは。パルシファル宮殿の魔法教室に行けば特待生になれるかもしれんでござるな。魔法教室？そんなものがあるの？あるのでござるよ。今度そこに勤める知り合いに二人を紹介するでござる。本当にありがとう。魔法使いが堂々と生きていられるなんて、ここはいいところなんだね。他の世界の魔術を覚えられたりしたら、姉さんびっくりするだろうな。そのためにも今は眼前の問題を解決するのが先決でござるな。そうだね。よし、私も頑張るよ。僕だって負けないぞ。ん？よく戦い、よく学ぶでござるよ、二人とも。サイラスの目、なんだか孫を見つめているみたいだな。
イドは2本の剣を使いこなせてすごいよな。まあな。でもアルドだって普通の剣とオーガベインの2本使いこなしてるだろ。言われてみれば確かに。だけどこれはロイドの二刀流とは違うんじゃないか。どちらかというとアルフェンの方が近いような。え、俺か。そうだな、アルフェンも普通の剣と炎の剣を使いこなしてるもんな。だけど俺は必要に応じて剣を使い分けてるだけだからな。アルフェン頻繁に持ち替えてて忙しそうだもんな。とはいえ炎の剣はあまり乱用するわけにはいかないんだ。俺自身無傷では済まないし、シオンに心配をかけてしまうからな。同時に2本を使う俺の技と必要に応じて2本を使い分けるアルフェンの技か。どっちの方が難しいんだろうな。ロイドの二刀流の方が難しいんじゃないか。俺もそう思う。片手で剣を振るう分体重を乗せるのが難しそうだ。ロイドが器用な証拠だよ。そこまで言われるとなんか照れるな。日本の剣で戦う者同士一緒に頑張ろうな。そうだな。せっかくの機会だし、これから3人で特訓なんてどうだ。よっしゃ、望むところだ。気を引き締めていこう。アローの一戦、いざ踊らせ。雷鳴が聞こえる。よし、サクッと待てるか。いざ踊らせ。雷鳴が聞こえる。Thank you.